認知症とは魂的に言うとどのような状態でしょうか。高齢な母は最近怪しいところがあり、接し方や対処法などもしご存知のことがあれば教えてくださいませってことで、まあ、今はね、本当ね、日本は特に認知症国家だし、身の回りでもね、世代的に、こう、親の介護とか、そういうのでね、こう、認知症の、まあ、ね、ご両親なり、親をケアするっていう方が非常に増えてきて、いろんな声は聞くので、まあ、ぜひね、このことは、まあ、今必要な人もいるし、今後のためにもね、知っておきたい方も、たくさんいるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、張さんの方からね、教えていただけたらと思います。まず魂的に言うとっていうことなんだけど、魂的には全然関係ないです。その肉体を離れるまでの間っていうのはそのままだから、認知症だから亡くなった後にそれを引きずるかって言ったらそんなことはない。亡くなった瞬間に成仏すると、健全な状態になっちゃうんです。で、未成仏だと死んだ時のままを継続するんです。だから事故とかそういったもので亡くなった人っていうのは、その死んだ時の姿、まあ、交通事故なんかでなったら、その姿っていうものを継続していくんですね。だから、そういった時に未成仏と成仏の違いというのが、歴然と出てはきます。ただ、それと認知症っていうものについては全然関係ありません。で、まず認知症の中で何が一番大事って言ったら、まず一番最初にやるべきことは何かっていうと、ちゃんと医者にかかって、これ、認知症の度合いというものをチェックすることが必要になってくる。これ絶対ですよ。まずかけて、どの程度の認知が進んでいるのか、本当に認知症なのかどうなのか、他の原因じゃないのかっていうものをまず見ます。それで、その認知症っていうことが出てくると、今度、マネージャー、ケアマネージャーか。っていう方と相談ができるようになってくるんで、その中でどういうふうに対処したらいいかって相談に乗ってくれるんですよ。その中で、要はやっちゃいけないこと。例えば生活のリズムを変えるとか、そういうことをすると非常に混乱するんですね。だから、その方に合わせた生活リズムを維持してあげるとか、要は、例えば、買い物に行くときに、その人のペースというか、それに合わせて一緒に歩くっていうことを心がけて、引っ張っちゃいけないとか、いろんなそういうやっちゃいけないことっていうのがいっぱい出てくるんです。そういうものをちゃんと聞いて、その対応していく。それをすると、認知症の進展とか、いろんなものが抑えられたりなんかするんですよ。それを、むやみに、そんなものは、ね、なんか認知症ってに認定されると世間的にどうのこうのとかって考えて受けないとか、本来やっちゃいけないことをやると急激に認知症が進んで、後でどうにもなんなくなっちゃうっていうケースが出てきたりなんかします。だから、まず、介護保険とかそういった問題なんかもあるので、必ずちゃんとかかる。で、認知が進んだなと思ったら、もう一回かかって、ちゃんとその認定っていうものを取っていく。それで、それに対する適切なアドバイスっていうものを、ケアマネージャーとか、お医者さんじゃないですよ。ケアマネージャーとか、そっちの方から、ちゃんとしたそういうものをもらっていきながら、その家族に対して対応していくっていうことが、すごく大事になってきます。だから、亡くなったらもう普通の霊体ですから、そっちは気にしないということです。その体の中に入った時だけそれが出てくる。その認知症の状態自体が魂として、ね、あのれ、まあ、魂的に言うとどんな状態、要は肉体と多分魂の、こう、状態としてね、認知症である間っていうどうかっていうことに関して言うと、じゃあ、別に魂自体は全く健全なもの、ままなんじゃないですか。で、結局肉体部分の、まあ、状態がちょっと、まあ、肉体の方にどっちかというとね、不具合があってね、こう、魂っていうのは当然何も変化が起きてない。本質、その元気っていうか認知症じゃなかった時と認知症の時とで、魂そのものには何の変化もないわけであって、
あくまでも肉体面での機能が変わってしまったっていう状態ですよね。で、魂とその肉体との、こう、まあ、もともとは、まあ、ある意味一致してるものが、よりちょっと、こう、肉体面でのその部分の機能が、まあ、魂とのこの一致がちょっと、まあ、より、こう、離れてきちゃうというかね、肉体面があれなのかなっていう。どちらかというと神経がつながっていかないっていうか、意識がつながっていかない。そうですよだから、ね、きっとね。生まれた時は赤ちゃんで、子供になって大人になる。で、老人になった後に、また子供に帰ってくるんですよ。だから、脳で考えたことが、例えば指をこうやって全部一本ずつ動かせたものが、要はこういう動きしかできなくなっていったりとか、発想とか考え方っていうのが、できてきてる。あとは、記憶っていうのが、要は長時間の記憶ってできないんですね。だから、幼稚園生ぐらいだと、記憶は1個なんですよ。よく言うんですけど、記憶が1個する。で、その次に、新しい記憶が入ってくると、前の記憶が消去されちゃうんですね。そうすると、約束したよねって言ってて、やってて、なんか次のが入ってきちゃうと、そっちにすげ替わっちゃうんです。で、また、やっちゃいけないってことをやるわけです。で、よくお母さんがあんなに約束したのにって言うけど、この子の中ではその記憶がないんです。そういった問題なんかも起きてくるので、いろいろ変化っていうのが実は出てきたりなんかするんですね。そういったこともあるから、それをやっぱり、分かっててほしいっていうか、これが老人になって、地方になっていっても、それと同じような現象が起きていくっていうふうに思ってもらえたらいいかなっていうふうに思います。まあ、本当。あくまでも脳の機能の問題というかですね。で、あって、その魂的に何か、ね、問題が生じてるわけではないがゆえに、じゃあ認知症になっちゃってに、こう、現実的にはね、コミュニケーションが取れないように見えても、魂としてはしっかり受け止めてるわけですから、逆に、理解してなかったとしても、言ってることは魂としては伝わっているってことですよね。そうです。だから大切にされてることは分かってるし、どういうふうにしてくれた。だから亡くなった後に感謝をする方もいるし、逆に怒っちゃう人も中にはいる。聞いてるわ要けですは、からね、懐かしくしなかった。だからちょっと難しいところなんですけどね。それ言っちゃうとまあ、まそうた、ですね。いろいろ問題が起きてくるから、あはい。れなんですけどね。なるほど。ありがとうございます。